はい、ということでですね、サッタゲルでございます。今回はですね、大阪フードデリバリー、やりたいと思います。今回で最後になるかなとは思ってるんですけども、なんせですね、このゲーム、やり込み要素がありません。何かと言いますと、こういうハンコをですね、全部集めるとか、これですね、自転車を買うとかあるんですけど、正直これ自転車を買ってもですね、速度は速くならないんですよ。このプラス3とか書いてあるんですけど、これは配達が完了するまでの時間が多分伸びるだけなんで。で、この招き猫買ったんですけど、何もならなかったんですよね。これもなんかあるんかなと思ったんですけど、結局何もなさそうでございますので、はい、今回の企画でこのゲームは多分最後になると思います。今回ですね、やりたい企画はこの大阪のですね、この難波の街、いろんな建物とかあるんですけども、高いところに登ってみようという企画でございます。さあ、まずはですね、まずはこの始まりの場所でも、もうね、この人めちゃくちゃジャンプ力高いんで、ほらこういう感じですね、登れちゃいますよと。ここやったら、めちゃくちゃやな。ここかな、はい、ここは結構高いです。こっち行けたらいいんですけどね、これ無理でしょう、さすがに。ほんで、僕がですね、これちょっと乗りたかったなーっていうところがあるんですけど、それがですね、ここにカニがおるんですよ。カニが、ほら、カニが、これカニ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 。ほんで、このカニのこの縁がですね、縁というかこれか、これ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 、このなんか、ここわかります？この屋根みたいな、これに乗りたいんですけどね、これがね、やっぱ乗れないんですよ。ここまで行けるから、これうまいことですね、どっか引っかかってこう乗れたら、あのカニにアクセスできちゃうんかなとか思うんですけど、ここをめっちゃ乗りたかったんですけど、これは無理でございます。さあ、ではですね、何個か、確定でですね、乗れるところを、僕発見してるんですけども、でもそれだけじゃなくてですね、新しいところを挑戦していきたいとも思ってますが、まずここですね、ここもこのタクシー乗り場とか書いてるとこ、ここもですね、乗れちゃいます。僕が発見した乗り方は、まずこのひったくり撲滅看板ありますね、ここに乗ります。これだけでも結構難しいんですけど、これに乗ると、これに乗る、むずいな。乗りました乗りました、はい。でここに乗ったら、両方行けるんですけど、こっちも行っちゃう、ほら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 、はい、ここの屋根に乗るということですね。でもう一個はこっちですね、ほいほい。さあ、乗れたら、こういう感じ、オッケー、はい。で、この黒いですね、部分が落ちてしまうと、もう最初の橋のところに戻されてしまうんでダメなんですけど、このなんか電気の上は乗れた気がしますね。ほい、オッケー、はい。で、あそこに変圧器が見えてるんですけど、あの変圧器に行くことはですね、あっちゃあちゃった、うわあ、オッケー。で、あそこの変圧器に乗りたい。なんかこう電柱からピュって出てるところに乗れたらですね、乗れそうな気もしますけどね。無理かな。あ、いけた、頑張れ。ちょっと待って、とりあえずここまでいけてる。これ真上に行ったりしたら、これ行かれへんかな。これ結構高いよ。いけた。すげえ、超高い。これは高いよ。よし、次これですね。これ頂上行きましょうよ。怖いなー、結構怖いぞ。痛い、オッケー、これまでいけるでしょう、これまでいけると思うね。
やばい、これはですね、緊張しますね。はい、うわー、かっ、たったったった、あはそこで落ちる。いやでも行けること分かりましたね。ちょっともう一回あそこまで行きます。オッケーオッケーオッケー、もう行き方分かったらこっちのもんですね。さあさあ、行け行け、歩くな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 、行け、だあオッケー、やっと来れました。めっちゃ時間かかりましたね。めっちゃ時間かかったよ。あーちょっと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 、もうこのピューって歩くのほんまやめてほしい。あーふっふっ、オッケー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 、あかん、何回やっても微調整してしまう。さあ行きますよ、晴れてきました。さあ、ちゃんとまっすぐですね、向いてまっすぐ向いていきましょう。オッケー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 、よし、危ない、一旦戻れ、よし。どうしてもですね、オッケーオッケーオッケー、微調整をしちゃうんで、あーかっ、あーっと、オッケー、オッケー、もういけるよ。あ、オッケーオッケーオッケー、いけた、いけました。皆さん、これは高いっすね。めっちゃ時間かかったここのボールだけで。これ皆さんもやってみてください、結構難しいですよ。これは高い。あ、また雨降ってきました。でこっからですね、さらに、まあ、向こうの、お、傘さしてる。あ、これ傘さすんですね。あ、傘さしてますね。まあ、ここからですね、さらにあの向こうの建物の上とか乗れたら面白いんですけども、まあさすがにですね、そこまでジャンプ力はないと思うんで、多分でも今回ちょっとさっきここ来ちゃったんですけど、ここ一番高いと思いますね。まあちょっとこっからやったら、あの太陽モータープールって書いてるとこ乗れると思うんで、あそこに着地してみましょうか。いきます、ほい、 OKOKOK、 いけました。でこっからですね、さらにこの中に入ることは、あ、これも川流れてますね。はい、じゃあこれでここは終わりですということで、じゃあちょっと次のですねスポットに行きましょうか。さあ、続いてはですね、こちらですね、まあ、これはまあ、高いところっていうわけではないんですけども、まあここ普通に乗り越えれるんですよ。これまあこの立ち入り禁止が書いてるところはもう完全にですね、あの乗り越えることもできないんですけども、普通にここからこうやって入ることができます。でここから入ると、まあ、こうやってですね、こう行き止まりの、まあ、道があったりですとか、まあ、こっちのですね、ちょっと裏世界的なこんな感じになってるんですけど、こういうところに入っていくことができます。で、まあ、ここでもこう自転車をこうやって呼ぶことはできるんですけど、ここでですね自転車を漕ぐと、もうなんか一瞬でわー行ってーになってしまうんで、まあ、自転車はですね、まあ、乗ることができないということになっております。まあ、あのこういう川とかも落ちると最初のところに戻ってしまうんで、まあ、川もですね落ちないようにしましょうということで、次のところに行きましょう。はい、ありました、ありました。
ですね、まあ、ここに、まあ、神社がありますよと、いうことですね。で、まあ、この神社で永遠とですね拝み続ける人が、まあ、いてるんですけど、この人ね、この人ずっと拝んでます、ほら。でここもですね、どんどん上に登ることができます。ここもめっちゃ簡単ですよ、ほら、こういう感じで。で、まあ、このオレンジのですね、なんか屋根みたいなのの上に乗ることもできます。お、なんだこれは。あ、こういうところもありますね。あ、ちょっと待てよ、まだいけるぞこれ。お、ちょっと待って、あ、落ちちゃった。あ、そうか。あ、でもこれでもこっから、あ、いけるな。いけた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 。あ、やりたい放題です。お、これ絶対いけますね。ここ初めて来た気がする。モブキャラいっぱいいてますね。これ絶対いけるでしょう。これちょっと頑張っていくか。あ、これでも楽勝ですね。あ、いけたいけた。あ、ちょっと待って、これ、いやでもこの距離無理か。あ、でもこの距離は無理ですね。ここ、こっち行ったら何？これ自転車で階段登れたかな？ああ、無理や。おっと、何これ。危ねえ。何やこれ、かなりややこいことになってますね。ちょっとそっち行ってみたいな。そう、歩いてる人はどうなの、これ落ちんのか。うわ、すごい。絶対足場ないでしょ。絶対足場ないでしょ、これ。落ちてもまあ戻れますね。うわっ、ここは、これ普通に乗れちゃうっていうことですか。あ、乗れた乗れた。で、こういって、こういったら、オッケー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 。え、何これ、なんか浮いてるわ。え、すげえ。浮いてるよ。結構向こうの方まで道ありますね。あ、落ちた。こう落ちたらまずいんかな。落ちたらこれ落ちそうですよね。え、でも変なとこ歩いていくな。あ、あ、あ、お、お、なんか、なんかに当たりますね。ちょっと向こう渡れるんか、行ってみましょうか。どっかで落ちそうな気がするけど。うわ、普通に行けるやん。え、すげえ。すげえ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 。これどこなんやろ。ほら、いけた。すごい。どここれ。これもう完全に、マップの、うわ、なに、うわ、ちょっと待って。え、車も来たやん。車いますね、あそこ。これ渡っていくか。あ、こうやって、でもこれあれか、普通に足場あるから。あ、無理や。ここでなんか建物があんのか。あ、いけた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 。すごいなこれ。こっちもこっちで道がありますね。あ、なんか車走ってる、あそこ。お、怖っ。あ、なに、ここ行かれへんわ。車が2台浮いてます。お、なんか建物が、なんか壁みたいな。へへ、なにこの車、なんなんこれ。あ、ちゃんと当たり判定ありますね。お、なにこれ。なにこれ。しかもこっちも行けるし。当たったら当たったでちゃんと当たり判定ありますけどね。けどこっち側に回ることもできると。あ、車走ってるわ。あ、これあそこか。
お、なんかバスが曲がっていきおるな曲がっていきおるな。まあまあ結構端っこの方まで作ってあるということですね。 OK、 ここやね。あ、だからここの壁の手前で曲がってるっていうことですね。ほらほらへっへっほらほりゃほりゃ、うわぁ飛んでいった。相変わらずですね、これは。でもこれ多分立ち入り禁止の札があるはずなんで、これまっすぐ行ってもマップの中入れないと思うんですけどね。あ、ここは普通に行けるところか。裏世界とかじゃなかったですね。まあ裏世界は裏世界ですけど、まあ普通に行けるところですね。あ、ここであれか、立ち入り禁止がありますね。なるほど。ここは普通に自転車漕げるんですねバスも普通に走ってますし。どっから入ったっけ。ここですね。おお、びっくりした。ここだここだ、ここですね。ああまあ落ちへんだけマシか。あ、こういうハンコがあるんですよ。ハンコ、こうやって押したらこのハンコがですね溜まっていきます感じなんですけど、まあ、全部集めたらなんかあるかもしれないですけどね、まあ、僕はやらないですよ。ん？この木えらい黄緑やなこれこの木色おかしいぞこれ。これちゃんと黒とか茶色なんですけど、えらい黄緑やんこれ気持ち悪い気持ち悪いですね。あんな黄緑の木あったら気持ち悪いと思うんですけど。あ、ちょっと待って、ここ乗れそうやな。これ楽勝でいけるやん。あ、すごい、すごいすごいぞこれは。ここ入ったら終わりか。ここ入ったら終わりかもしれない。あ、すごいすごいすごい。あ、これいけるか、無理か。これいけたらちょっと、あー惜しい。あ、いけたいけたいけたここは結構高いっすねこれは。あ、そこ、そっち行かれへんかな。そっち行かれへんかこれ。おー、これ行けたら、行けた、無理か。あー届かない。あー、でも待って、ローソンの上乗られへんかなローソンの上もちょっと遠いですよね。無理かな。行け、あー無理か。あーあー、ここめっちゃ登れるな。これめっちゃ簡単やし、これ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 、こっからこういって、え、これもうちょっといけないですかね。ちょっとこの縁に乗ったら、あ、ここちょっとあれか、下がってんのかな、右に。そんな感じ。あー、そうでもないか。ちょっとここの中気になるんで入ってみますか。お、何これすげえ、うわすごいぞこれは。お、びっくりした。こっちは行っても何もなさそうかな。こ、自転車乗れるんでしょうか。あ、乗れますね。やられた、端っこ判定食らいました。あ、ちょっと待って、こっちも登れるぞこれ。ここも低いわ。何これ、これでも登れるんですけど、こっからですね続きがないですね。続きが、さあ、まあ、多分さっき自転車乗ったからあかんかった説もあるんで、ちょっと自転車に乗らずに探検してみましょう。完全にあの道の下に来てるんですけど、まあなんかこうなんか棒が出てたりとかですね。で、まあ上見たらですね、ちゃんとこう道路の柄みたいな、ほらマンホールとかありますからね。で、これでずっと行ったらこれどこに出るんかっていう話ですよね。
まあ、どこにも出ないかもしれないですけど、上は何もないみたいな。でもここちょっと行けそうですよね。あ、違うわ、こうなってるんか。無理っすね。あ、無理か。あー、何にもないな、これ。ちょっとなんかあるように見えたんですけど、無理ですね。じゃあちょっともう一回自転車に、あー、今乗れなくなってるんですよ、これ。自転車乗られへんから、これどうしようもできないですね。もうこれ落ちましょうか。あ、落ちた。あー、早っちょっと足の角度おかしいんですけど、左だけちょっとこうクッてなってんのかな。いや、でも右足もかなり曲げてんな。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、このゲームですね、まあ、こういうことをするゲームではございませんが、まあ結構ですね、遊べます。まあ、こんなことやってたら東京通勤の方ももっと遊べる要素あったんかもしれないですけども、まあ、こういう感じですね、皆さんもやってる方は遊んでみてください。ということでよろしくお願いいたします。